はい、今日はソーシャルと動画が描く近未来ということですね。渋谷のイベント会場にやってきましたけども、今日はですね、大塚達也さんが出るんですが、見てください。はい、ジェット大輔さんの隣に達也となってますが、これは優也ですね。はい、ジェットさん、達也さん、村越さん、そしてアリさんが。アリさん緊張して。生でこういう場所に見たのって。本当ですか？変なこと言ったらまずいかも。楽しみにしてます。ちょっと入り口の写真見た？俺になってんの。出るかもしれない。そうだね。乾杯。タイトル忘れたけどイベントやってるみたいな。動画とウェブが描く近未来みたいな。そう。そんなタイトルだったと思います。そういう、いい話なんだよ。はい、拝聴します。はい。はい、ということで、改めましてジェット大輔と申します。よろしくお願いいたします。2005年というのは結構ね、動画に関してはいろんなことが、ストーリーの流れから本当にライブをやっていろいろ、そうですね、オーディション OK に来るんじゃなくて、動画を通して今11人ぐらい来てますけど、じゃあこれを皆さんに見てもらいましょうかね。ドラマやってる中で今一番最高に YouTube 最適化されてるんじゃないかなと。ありがとうございます。テレビでも映画でもなく YouTube でインターネットでドラマやるとこういう感じで、僕が見た中では最適化にあと、気がします。ありがとうございます。はい、ギターのスタッフの達也さんでした。ありがとうございました。先ほど長者丸さんが私に、ブロガーのアリさんって言います。はい、皆さんこんにちは。ブロガーのアリさんとビデオブロガーのアリさん。ブログも要は僕は映像できたらいいの。はい、これが僕たちのアプリケーションの UI なんですけど、なんかエフェクトを加えられたりとか、このモニターに映ってるのが全部録画されてくっていうスタイルなんですね。そろそろこれでおしまいにしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。この撮影の方法何なの？これが今の日本のね、トップ YouTuber ですからね。これ撮ってるんですか？撮ってます。撮ってます。お疲れ様でした。お疲れ様です。もともとこういうちょっとダサい入れ物だったんですけど、今日パソコン出さなきゃいけないってことで焦って、やばい、ダサい入れ物から出しちゃやばいぞ。わざわざアップルまで行って、アップルで買ったの。ちょっとキャンキャンした色すぎて。今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。またなんかチャンスあったら、ちょっと今日はやりましょう。登録してね。